スプリングストリート駅は、マンハッタンクハドソンスクエア及び双方にまたがる、ニューヨーク七下鉄、IND8 番街線の駅で、スプリングストリート6番街交差点にある。A 系統が、深夜帯のみ、C 系統が、深夜帯を除く終日、E 系統が、終日停車する。1932年9月10日に IND8 番街線が、 ワシントンハイツ -207 丁目駅から、チェンバーズストリート駅、ハドソンターミナル駅間の待機と共に開業した。1933年から1936年にかけて、ブルックリンク方面へ延伸が行われ、1933年8月19日には、クイーンズク方面へ列車が走るようになった。また2010から2014年投資計画では、 当駅の構造物の31%以上が老朽化して脆くなっているとして駅の改装が盛り込まれていた。駅名標駅入口相対式ホーム2面四4線の構造となっており、A 系統は日中に急行線を通過する。ホーム下の連絡通路で南北ホームが接続しており両ホームがすべての改札に通じている。黒縁に青いラインが駅名標の上にある。 駅名標はスプリング ST と3セリフ体で書かれ、下にはスプリングと出口の方向を示すサインが設置されている。ホーム上に等間隔に立つ青い柱にはニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が一本大置きに設置されている。改札はすべてホーム階にある。主要な改札口は南端にあり、階段はスプリングストリートと6番街交差点に一つずつ出る。 北高ホーム側の出口はビル内にあり交差点北東に通じる。南高ホーム側の出口は交差点北西に出る。南高ホームには無人改札口があり、階段はバンダムストリートと6番街交差点の南西に出る。プリンスストリート、チャールトンストリートおよび6番街交差点に出ることができる。駅北端の改札は閉鎖された。入り口にあるモザイク。 14丁目、ユニオンスクエア駅を描いたもの1984年12月にアルフレード・オジャー氏によるラシャスが描かれた。1994年にはエディット・クレーマーによるニューヨークシティ・サブウェイ・ステーションが設置された。14丁目、ユニオンスクエア駅の IRT ・レキシントン・アベニュー線ホームが題材となっている。ウィキメディアコモンズには スプリングストリート駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。